東京に初夏の訪れを告げる浅草の三社祭りが開幕しました。初日の17日は5年ぶりに大行列が盛大に行われました。三社祭りその始めを飾る大行列が去年は雨でできず、その前もできず、やっとできます。三社祭りの大行列は新型コロナや雨の影響で5年ぶりです。お囃子屋台に芸者、便座皿舞や白鷺の舞が列を作り、浅草を盛り上げます。今年は浅草神社の東側を中心に雷門や仲見世通りなどをおよそ1時間かけて練り歩きました。沿道には行列を見ようと多くの人が集まり、写真を撮るなどしてにぎわいました。その後、浅草神社の拝殿では神事・便座皿舞の奉納が行われ、商売繁盛や子孫繁栄などを祈りました。18日はおよそ100基のみこしが練り歩く町内みこし連合渡御や、子どもたちがみこしを担ぐ小宮渡御が行われ、浅草一帯が熱気に包まれます。